私はですね、この仕事をしていて、たくさんの、例えば学校に行けない子どもたち、あるいは生活に困るような子供たちをたくさん見てきました。もしこれを見ている皆さんが学校に行っているとしたら、とても恵まれているということをぜひ知っておいていただきたいと思います。その上で、学校に行ける、あるいは教育を受けられるということが、今後の未来を、自作選択肢を え、増やしてくれるということをぜひ知っていただきたいと思います。